どうもスマスモ TV ナビゲーターの角野です。さて今日は私、三宮から18分の、明谷駅、そして明谷駅からすぐ目の前スナンパティオに、現在到着しています。で私、なんと、スナンパティオは私もヘビーユーザーでございまして、子供がちっちゃい時はね、子供と一緒に買い物して、この広場で遊んだりとか、ね、今はねもうスタバがあったり、ね、ユニクロがあったり、あそこなんかありますね。なんかこう最近こうハートのベンチとかもできちゃったりしてね、高校生とかもねこの辺たくさんいるので、ちょっとあのベンチで愛が芽生えちゃったりとか、ね、するんじゃないかなと思いますけど。でそんな明谷駅周辺なんですが、ちょっと私だけじゃなかなかこの全てを全部伝えきれないので、今日は、スナパティオに詳しい方に、お越しいただきました。はい、スナパティオの、に詳しい、古瀬さんです。古瀬さん、今日はどうぞよろしくお願いします。お願いいたします。 OM 神戸スナパティオ事業部の古瀬です。はいね、先ほどからぐるっと歩いてますけども、たくさんの店がありますよね。はい、はいはい、そうなんです。降りられてすぐにこの駅前広場が広がりまして、右手の方から医療施設や銀行、北須磨支所の入っている明谷センタービルと、あと須磨大丸店、でこちらの後ろにありますのが90店舗の生鮮飲食、文化雑貨、ファッションの専門店、はい、であるスマパティオ、で奥の買い物広場、もう一つ広場があるんですけれども、こちらの買い物広場にはダイエート上進もございますので、はい、コンパクトながらにとても便利な施設なので、たくさんのお客様でいつもにぎわっています。そうですよね。はい、なんかこうね、この広場がぐるっと囲われているような感じで。はい、そうなんです。実はこの広場、各施設は建物別々なんですけれども、2階ですべてつながっておりますので、雨の日でも屋根があるので、回廊のようにぐるーっと、はい、お買い物いただけると。実はあれがつながってるわけなんですね。はい、そうなんです。実は、はい、なかなかこれ教えてもらえないとわからないですよね。裏情報ですね。そうなんです。全部つながっているので、実は結構便利で、そのままベビーカーでも、はい、そうですね。もうそのまんま、はい、移動が可能です。はい、まあ今日はそんな魅力をいろいろ教えていただきたいと。そうですね。はい、では館内にまた移動してご案内いたします。はい、こちらどうぞ。はい。はい、パティオといえばね、このアーチがね、はい、僕すごい好きなんですよね。本当ですか。すごい綺麗で。なんか学生さんも夕方ぐらいから、はい、たくさん賑わって。はい、有名なポテトも。あ、そうですね。並んでますよね。はい、結構並んでて、私あれ食べきれないんですけど。僕も大好きなんです。僕は食べきっちゃう方。本当ですか。中にはちっちゃな小袋がね、あったりとか。そうそう、持って帰る。本当に大好きなんです。本当ですか。ではまずですね、スナパティオのこちらセンターコートというまた中庭というか広場なんですけれども、今こちらで行われておりますのが親子広場と言いまして、0歳から2歳までのお子様と親御さんを対象にした保育士さんたちの目線から、成長に合わせたプログラムを実施しておりまして、毎月一度あるんですけれども、工作を一緒に作ったりとか楽器を作ったりという他に、今回はピラティスという、はい、ちょっとお母様向けの、はい、そうなんですよね。産後の体をちょっと引き締めるような感じで、はい、しております。でこの広場の最後にはお母様たちだけで話す時間を設けておりますので、子育て仲間を作るきっかけにもなるので、はい、とても、はい、人気の、はい、親子広場です。買い物とね、はい、一緒に子供の遊びもはい、ひとまとまりで、ね、一気にできるっていうのはすごいいいですよね。はい、お母さんも助かりますよね。いや本当に、はい、結構ママさんたちも多くお住まいなので、こういったプログラムがとても人気です。はい。パティオというのはね、ここ多分、そのセンターコートですね。はい、そうです。名物が時計台やったと思うんですけど、ちょっと時計台が見えないんですけど。ですね、実は今フォローを買っておりまして、こちらが。ここに時計台がありましたね。時計台が、ございました。今回ですね、この3月15日で40周年を迎えるということで。聞くところによると、鈴木さんも40歳なので。実は僕も40で。奇遇ですね。40歳、みんな40っていうことで、なかなか珍しい組み合わせなんですけども、で今回その20年ぶりにリニューアルするということで、昨年度にお客様に5つのストーリー、長靴を履いた猫とかヘンゼルとグレーテルとかピーターパンとか5つのストーリーの中からからくりを変えたいということで、どれか好きなストーリー選んでくださいということで人気投票をいたしまして、その中で人気の高かった2作品のからくりに生まれ変わります。なるほど。この生まれ変わったら、今回で3代目になるんですよね。はい、そうなんです。最初が1代目、でその20年後に2代目ができて、今回40年目で3代目に変わると。はい。よく話でね聞くのが1代目がなかなかリアルでバランってこう白雪姫の魔女が出てきて泣くって子供ギャーって泣くってそれも伝説のね第3代目はどんな感じになるんでしょうかね。もしかしたら編集された後はもう完成してると思うんですけど、どんな感じでしょうかね。こんな感じですかね。こんな感じ。こんな感じになります。なるほど。皆さんぜひ来てほしいですよね。本当に。この時計台が開くのはどういうタイミングで？毎時0分に開きますので、営業時間中、何回でも見ていただけます。そうですね。子供たちがすごく楽しみにして、で、0分になることを心待ちにしていつも待ってますよね。またぜひお子様とお子様も大きいんですか？もう実はそうなんですね。じゃあちょっと引き続き他の見させていただきたい。そうですね。ではご案内いたします。じゃあ買い物広場に参ります。はい、こちらが買い物広場です。たくさん広場ありますけども、ここではどういうふうなことが行われているんですか。こちら後ろにですねステージがあるんですけれども、こちらでお正月に餅つき大会をしたりですとか、夏になったらこの周りに縁日がたくさんで、この真ん中には櫓が立ちまして盆踊りをするような夏祭りですよね。に使ってます。たくさん屋台も出てますよね。そうなんです。よくご存知でありがとうございます。まあもうヘビーユーザーなんでね。そうですよね。であちらの駅前広場では動物たちと触れ合えるような触れ合い動物園ですとか、おもちゃの交換をしてポイントをゲットしてまた違うおもちゃを買えるよっていうような買い子バザールというも行ってます。動物園ミニ動物園すごい子どもたちに人気で。ちっちゃいうさぎさんとかね、もうめちゃくちゃたまに爬虫類とかに夢中になってる子供とかもねいててすごいいいですよね。ここのね買い物広場もやっぱ普段何もしてなくても子供がなんかかけっこしてたりとかね。すごい雰囲気ですよね。何かこちらに来られたことありますか？あそこあそこのステージでね、僕が子供がちっちゃい頃はヒーローショーとかやってました。やってますね。今もやってますので。今もやってますね。もう子供大きいので、また定期的にそうですよ。楽しませていただきますよ。本当に。で。こちら大丸なんですけれども、一応リニューアルをこの明田にも活性化しようということで、人口減少対策の一つとしてリニューアルするんですけども、大丸の4階に明田に図書館という図書館が入ります。2021年の春になりますけれども、こちらも時計塔と一緒にリニューアルというか、時計もリニューアルするし、図書館もリニューアルして、いろんなところでリニューアルが。そうですね。図書館ってどんな感じですかね。今まだパースでしかあれなんですけど、ちょっとまたやってみましょうか。じゃあこんな感じ。こんな感じ。ああ、いいですね。でしょ？なんかちょっと若者にちょっと使われそうな、ちょっと洗練されてましたよね。雰囲気のいい図書館ですね。そんな感じです。楽しみですよね。はい、楽しみに買ってください、ぜひ。あとですね、ちょっと僕が気になってるところがあるんですけども、ちょっと一緒に見に来てもらってもいいですか？はい、もちろんです。じゃあちょっと行きましょうか。はい、行きましょう。どこですか？ちょっと本当に意外な感じの場所なんですけども、一番館なんですね。はい、そうですそうです。わかりました。やっぱりね、パティオで買い物っていうこの紫陽花通りですよね。はい、確かに。こんな感じで、あ、旬物のわかめとかありますね。もうすぐ新子が出てくる季節ですもんね。八百谷はニュータウンですけども、ニュータウンの中にあって、はい、ね、確かにスーパーとかね、まあ一見外から見たらね、なんかこうスーパーみたいな感じかなと思いきや、中に入るとちょっと市場っぽい、はい、市場っぽい感じでね、そうなんですよね。それぞれ個展の方々が出されているんですね。お肉屋さんもあったり、肉屋さんも新しく、はい、やっぱ個展の魅力はやっぱりね。こんぐらいでちょっとお願いしますとか、自由に量とかも決めるとかにするんですね。なんか新鮮で美味しいですよね。イートインとかも、はい、イートインも、はい、スペースできましたので、はい、たこ焼き屋さんの横に、たこ焼き屋さんの31の前に、これまた高校生がここでね、そうなんですよ。すごいいいですね。はい。豆腐もね、美味しいんですよね。いいですよね。はい。対面販売。そうそうそう、なんか昔ながらでね。そうですよね。魅力がたくさんですね。はい、本当に。いや、もう大満足ですね。ありがとうございます。本当に、もうたくさんの施設がありすぎて、もうちょっと覚えられないぐらいなんですけども。はい。まずね。アクセスがまずばっちり、はいね、で買い物もばっちりで、イベントもたくさん、はい、で、銀行があったりとか、はい、医療施設も揃ってる、はい、で北須磨支所もある、はい、いろんな行政手続きもできるということですね。はい、で周辺高校もたくさんあるということで、はい、高校だけで5校あるので、はい、すごいですね、はい、そんだけの、ね、高校生の皆さんとかがこの辺りで。はい、青春を過ごされるんだな。そうですね。思い出を作られるような。はい。すごいいい場所ですよね。はい、こんなにね、たくさん充実したものが、はい、あるということは、ものすごく住みやすいんじゃないかなと思いますよね。本当に皆さんに住んでいただきたいなと思います。ね、はい。というわけで、はい、今日は妙谷駅周辺須磨パティオのことを、はい、ご紹介いただきました。古瀬さんでした。はい、ありがとうございます。はい、では。スマスモ TV、次回もお楽しみください。それではさようなら。